中川正治は、日本の政治家、元大倉、環境官僚。自由民主党所属の参議院議員、自由民主党幹事長参議院幹事長代行。環境大臣及び、内閣府特命担当大臣、参議院議員運営委員長、沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、文教科学委員長、外交防衛委員長、自由民主党参議院議員副会長。 自民党タバコ議員連盟幹事などを歴任する。官僚時代には、環境事務次官を務めた。2018年9月18日、米国代理の環境保護庁長官、アンドリュー・アール・ウィーラーとの会談東京都目黒区駒場生まれ、麻布中学校、高等学校、東京大学法学部卒業後、大倉省に入省。徳山税務所長や主計局主計官、 福岡国税局長、理財局長等を経て、2001年から環境省へ出向。環境省総合環境政策局長を経て、2002年1月から環境事務次官を務める。2003年7月、大官。2004年、第20回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で東京都選挙区から出馬し、同区トップで初当選。 2008年9月、参議院文教科学委員長に就任。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙で再選。2016年、第24回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、東京都選挙区から出馬し参戦。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣において、環境大臣として初入閣。 事務次官経験者の入閣は、第2次森内閣で金融再生委員会委員長に就任した相沢秀幸以来17年ぶり、事務次官を務めた省庁において大臣に、就任したのは村山内閣で農林水産大臣を務めた大河原太一郎以来23年ぶりである。2018年10月2日の第4次内閣改造で大臣を退任。 2019年10月4日、参議院決算委員長に就任。ありがとうございます。